賢州を席巻した上昇曹操は最後の大国呉を下そうと画策していた。曹操の追撃から逃れ窮地を脱した劉備玄徳は孔明を呉の孫権のもとに派遣した。玄徳軍の起死回生には曹操と呉の孫権の対決こそ不可欠であったのである。孔明は呉の降伏派を舌戦で退け、ついに孫権説得へとこぎつけた。孔明殿、お願いがございます。殿のお気持ちは降伏に傾いております。殿にお会いになっても曹操軍百万、大将一千などとはくれぐれもおっしゃらないでいただきたい。心配ご無用、お任せください。はあ、諸葛亮孔明殿をお連れいたしました。よう参られた孔明軍師殿。貴公のことはロシクから聞いておったが、こうして会えたのは誠に嬉しい。さあ。恐れ入ります。先頃玄徳殿は深夜の城において曹操と大合戦をやられたそうだが、孔明軍師殿は敵方をよく観察されたであろう。玄徳軍は少数、深夜の小城では兵糧も乏しゅうございます。大合戦などとはとても。この孫権、自尊心が強いと見た。波の論法では解き伏せられぬ。少し怒らせるのが得策。それで曹操の軍勢はどれほどかな。兵馬と水軍合わせて100万余り。それは敵方が大げさに言いふらしておる数であろう。いいえ、曹操の本隊60万、それに投降した袁紹の兵60万、慶州の兵30万、総計150万は下りますまい。恐ろしい数だな。では曹操配下の大将はどれほどかな。歴戦の大将2000をはるかに超えるでしょう。2000もか。曹操は慶州を平らげたが、さらに野心を持っておると思われるか。今国境に兵を連ね、長江に軍船を浮かべて伺うのは疑いもなくこの呉を狙っているからです。では聞こう。呉としては戦うがよいか、降伏したがよいか。その前に一言お聞き願いたいことがあります。申してみよ。もし孫権殿が玄徳軍と同盟して曹操軍と戦うおつもりなら、直ちに反撃すべきです。さもなくば文官たちの意見に従い、曹操にひざまずいて降伏する方がよろしいでしょう。事態は迫っております。猶予はなりません。言われる通りだが、ではなぜ玄徳殿は降伏せんのか。我が主人玄徳は漢帝国の血筋を受けるお方、人々はその人徳を慕って集まっております。ひととき敗れようとも、逆賊曹操ごときにひざまずいて降伏などできようはずがありません。何、私には降伏を進めておいて。孔明殿、なんと無礼なことを。何がおかしゅうござる。孫権殿の度量の狭さがおかしかったのです。いや、敵の数ばかりを気にされて勝つことを考えぬのがおかしかったのです。では勝てる策があると。ある。敵の百万などありの群れに過ぎぬ、ひとひねりでござる。ほう、孔明殿、今一度殿を説得してまいります。しばらくお待ちを。さあ一献を干されよ。ありがとうございます。孔明殿はさすがに軍師、私を怒らせて腹を探るつもりであったな。恐れ入ります。ところで曹操が目の敵と狙っておるのは私と玄徳殿となった。玄徳殿は一度敗れておるが、私と共に戦うことができるであろうか。過去に
関羽将軍の水軍1万、甲賀の龍騎殿の兵馬1万、それに呉の兵力が10万、曹操軍は100万。戦いは数で決するものではありません。曹操軍は遠路からの出陣で疲れ切っております。いかに強い弓でも遠くなれば力を失い、薄い絹さえ差し通すことは無理です。まして曹操の本体は水上の戦いに慣れておらず、慶州の降伏した兵は上辺で従っているだけ、士気が全くありません。そう言われれば確かに。今玄徳軍と呉の兵軍が結束して当たれば、曹操軍を打ち破ることは火を見るより明らかです。申される通りだ。我が軍の周囲を固め、共に曹操軍を打ち滅ぼそう。孔明軍師殿、今後とも力を貸してほしい。命に代えてお尽くしいたします。うん。尊権未だ決断つかず、もう一押しせねばならぬか。孔明の下先に騙されてはなりませぬ。落ち目の玄徳をかばうため、我らを利用しようとしているのです。今兵馬を出すのは焚き木を背負わせて火の中へ投げ込むようなものです。殿、我らの言葉をお取り上げください。お願いいたします。父上、兄上、私はどうしたらよいのか、ただ迷うばかりです。孫権殿。姉上、まだお休みになられなかったのですか。あなたのことが気になりまして。亡き夫、いえあなたの兄上孫作の遺言をお忘れではありますまい。え、兄上の。ええ、あなたが迷われた時のことを考えておっしゃられたのです。国内のことは長将に聞け、国外の大事は周瑜と相談するようにと。周瑜、周瑜、そうだ、周瑜ならきっと力になってくれる。呉の水軍大都督周瑜後勤は早岡殿の水軍訓練より急遽再僧城へ帰還した。周瑜は孫権の兄孫作とは義兄弟の仲であり、妻小喬は孫作の妻大喬の妹であった。24歳で中老将となった英才で、その美貌から美周老と呼ばれていた。周瑜の帰還を知った和泉両派は入れ替わり立ち替わり屋敷を訪ね、周瑜にそれぞれの立場を主張した。だが周瑜は結論を述べずに手よく返した。ついで孔明の兄諸葛瑾が訪問していた。粗茶です、どうぞ。お手数かけます。花の二橋、お噂通りのお美しい奥方ですな。ところでこの問題は弟の孔明が使者として来ており、私からは申し上げがたいことなのです。周瑜殿に任せるしかありません。いや、ぜひ貴公のご意見をお聞きしたい。領民の安泰を考え降伏するのが良いかと。それで周瑜殿には。私にも考えがあります。殿の前でお話しいたそう。孔明から何の連絡もないのが気になる。孫権に買収されたんじゃないでしょうね。張飛、孔明はそのような男ではない。向こうには兄貴の諸葛瑾殿がいるからな。兄弟の情にほだされてついフラフラってこともね。お、兄貴久しぶり。お前も元気そうで結構だな、張飛。ご無沙汰しておりました。関羽、よく来た。兄貴、水軍の様子はどうだ。今のうちにうんとしごいておけよ。殿、その水軍の患者からの報告です。うん。早陽湖で呉の水軍訓練の指揮を執っていた水軍大都督周瑜が緊急の要件で呼び戻され、再僧城へ帰還したそうです。周瑜が帰還。殿、呉が動きましたぞ。
孔明、頼むぞ。申し上げます。孔明が呉へ密かに渡っているとの知らせがありました。何、孔明が？はい、おそらく孫権を焚きつけ我らと戦わせる腹でしょう。序章を呼べ。はっ。孔明め、先を越して余計なことを。お呼びとのことで。うん、孔明が呉へ行ったというが、その真意をどう解釈するか。孫権との同盟を図るのは明らかです。やはりそう見るか。わしは敗残の玄徳など恐れはせぬ。よし、一気に双方とも叩いてやる。しかしそれは孫権が同意してのことです。何？孫権はここまで包囲されて勝ち目があると考えるでしょうか。うん、では孫権は同盟を断るというか。おそらく今しばらく様子を見られては。いや、時が経てば孔明の策を助けるのみ。上昇、攻撃を。今の語など上昇の一声で簡単に壊滅できます。孫権が降伏の使者を出すまで待たれるがよろしいでしょう。うん、戦わずに勝てるならそれに越したことはない。よし、待とう。周瑜殿、殿は城内の和戦両論に迷われ貴公の決断を待っておるのだが。そのことならすでに決している。早々に歯向かえば逆賊だ。では降伏すると。三代で築き上げたこの国をむざむざと曹操ごとき者に渡すなど。貴殿はこの国を守る責任者であろうが。領民を戦火から守ることがこの国を守ることになりましょう。貴殿はこの国第一の武勇ある将軍、しかも鍛え抜かれた大水軍があるではないか。曹操などに負けはせぬ。もう決めたのだ。明日殿にお目通りし、降伏の使者を曹操のもとへ使わす。かー、なんという情けないことを。孔明殿、何を笑いなさる。いや、これは失礼。何、ロシク殿があまりにも自制に疎いので。何、私が自制に疎いと。いかにも、周瑜殿が曹操に降伏されようというのはもっともなことです。孔明殿、この国に来た目的をお忘れか。周瑜殿の意見に賛成したまでです。曹操に逆らった者はことごとく敗れております。我が主人玄徳もしかりです。周瑜殿には愛する妻もおられ、水軍大都督の地位もあるのです。降伏すれば今のまま安泰な立場でいられるのです。さすがは軍師、私の心を分かっておられる。なんてことを。我が殿を曹操に売ろうというのか。ロシク殿、落ち着きなされ。そこで手がある。何？降伏せずに曹操を退散させる手です。ほう、聞かせてもらいましょう。簡単なことです。二人の人間を小舟で曹操のもとへ送れば、百万の軍勢は立ちどころに引き上げるでしょう。その二人とは？琉中の田舎に住んでいた頃の話ですが、この五の国の教皇というものに大教、小教という二人の娘がいるという噂でした。これが絶世の美女で、魚は水に隠れ、月は光を失い、花も恥じらうばかりとか。この美女たちに目をつけたのが曹操です。昭和のほとりに道若台と呼ばれる豪華な宮殿を建てて、ここへ大教と小教、つまり二教を住まわせるのが曹操の夢とか。その夢を叶えてやれば曹操も退散するでしょう。孔明殿、その証拠がおありか？立派にあります。曹操も文才がありますが、その血を受けたのか、三男の曹植が作った道若台の譜の一節に、二教を東南に取り、とこしえにこれと共にあるを楽しむとある。実に微分です。おのれ曹操、許さん。どうなされました？
たかが娘二人を犠牲にするだけで呉が安泰ならば。大教とは亡き孫作殿の奥方、小教とは私の妻のことでござる。これは何ということを、つゆ知らず、お許しください。孔明殿に罪はない。私の妻を狙っている盗っ人曹操が許せん。断じて生かしてはおかん。では曹操と戦う。私は早くを立った時からそう決心していた。孔明殿の真の心を探るつもりでわざと反対したまで。それを聞いて安心しました。孔明殿、曹操打倒にお力をお貸しくだされ。ご決心は真実と見ました。この孔明、最善の力を尽くしましょう。お召しにより昨日早岡より馳せ参じました。周遊待ちかねたぞ。すでに話は聞いておろうが、和戦両論入り乱れ、いまだ決着がつかぬ。そなたの考えを申せ。降伏を主張したのは誰でございますか。長将たち文官だ。長将殿、降伏を主張される根拠をお聞かせくだされ。言うまでもないこと。曹操と戦うには水軍同士の合戦となるはず。しかるに慶州の水軍を得た曹操軍は我が国に倍する力じゃ。とてもかなうものではない。今は降伏して先々の体系を立てるべきと。それは机上の空論というもの、通用はせん。ならばどうする。周遊、殿は父君孫権、兄君孫策にも勝る武勇の持ち主。逆賊曹操に降伏する筋合いはございません。王道と曹操と戦うべきです。勝てる自信はあるか。はい、曹操軍には4つの弱点があります。1つ、北方から伺う敵があること。2つ、馬を船に変える不利がある。3つ、冬を迎えてマグサのないこと。4つ、風土になれず病に倒れる。かように千人一つの勝ち目もありません。それがしに先方数千を与えください。直ちに出陣し曹操を打ち破ってご覧に入れます。殿、ご決断を。二度と降伏を口にする者は格のごとく切って捨てるぞ。西北の風、冬の風。こちらと聞いてまいったのですが、お一人で何を。気まぐれに馬を飛ばしただけです。開戦と決まりましたかな。出陣と決定です。孔明殿、曹操打倒の策、ここでお聞かせ願いたい。まだその時ではありますまい。え、我が主人孫権が決定したのです。いや、一抹の不安を残している。そんなことあろうはずが。あります。敵の水軍の強大さを恐れています。その不安を取り除くことが先決です。曹操打倒の策はその後です。この夜分に何事だ。明日出陣いたしますが、殿のお覚悟は確かかと。気がかりなのは敵の水軍。え、やはりそのことが。敵は水陸合わせて100万、こちらはわずか10万。それだけが気になる。殿、気がかりは無用です。数に欺かれてはなりません。密かに放った患者の報告によれば、戦意のある者は曹操の本体15、6万に過ぎぬと。ほう、それだけか。それも遠征で疲れ果てている状態です。何を恐れましょうや。
私が5万の軍勢をもって敵の本体を打ち破ってご覧に入れましょう。うん、その息で私の不安も消えた。もう何も言うまい。頼むぞ、周遊。はい。長年仕えた私にも殿の心が読めなかった。それを孔明は読み取っていた。恐るべき孔明の慧眼。五の国を戦いに巻き込んだ孔明、その目的は歴然としている。劉備玄徳を再起させること。孔明、生かしてはおけん。後々の災いを払うため。孔明の策略は五の命運を背負う若き英傑周瑜さえも見事に欺き驚愕させた。五の存亡をかけた戦いはその一歩を踏み出したのである。だが孔明に対する周瑜の殺意は戦いの行く先に怪しい影を投げかけていた。